ポンちゃん、最近ここがアンズちゃんが好んで座るんですけど、今のうちポンちゃん座ってますね。でもアンズちゃん出しますよ。ちゃんくん、はい、ちゃんくん、ちゃんくんはなでなでしてもらっていたんですね。里親さんのとこにもうすぐ行く人が泣いてますよ。うん、なんかね、しゅんくん出たいんですか、遊びますか。はい、どうぞ。はい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 、アズちゃん、これからはシオンくんなしになりますけど大丈夫ですね。だいぶ慣れてきたから大丈夫ですね。ですか、しおくん、なんですか。アンズちゃんも部屋の中のどこにいてもリラックスするようになってきたね。はい、いたずらっこ来ましたけど、どうですか。次に出しましたんでお遊びください。ジャン君撫でててもシオン君すり寄ってきますね。シオン君、杉根の遊び始まりますかって言ったら終わった。杉根があるとさ、こう日が入った時に気持ちがいいね。木に日が差して、なんかパッと置いちゃったけど取った方がいいのかな。大丈夫じゃないの、うん、ポンちゃんはここは気に入っちゃいましたね。
みんな上に遊びに行かないんですか？なんか上に行くことが好きだ。なんかみんな集まってきたね。猫集会だ。ジャン君、ちょっと面白いですか？日に当たりたいね、この人たちはね。親子で遊んでます。ちょっと悲しいことを言えば、この親子もうすぐお別れです。十分楽しんどいてね。面白い。はい、ポンちゃん思い出しましたね。確かポンちゃんあんまりまだ慣れてない時、そこの一番上でずっと寝てたんですよ。そこです。そしてそっち行くの？面白そうに見えたでしょ。匂いをチェックしてから行くのね。うん、こういう用心深さが猫には必ずあるってことだね。おや？ちゃん。シアン君くつろぎ。
としばらくうちにいる間そこで遊んでね。はい、はい、ご飯だよ。ご飯の用意の時にママの足元にスリスリしました。この人猫みたいです。ちょっと寄り目になってない、食べるとき。じゃあちょっとお水の新しいお水を入れさせてね。あ、しおくんもう入ったよ。うん、早い。お腹空いてるね、しおくん。じゃあしおくんは一口しかない。一緒なんだけどさ、うん、まあ、大丈夫、上からね、うん、落ちた時のことを考えて軽いのがあんずちゃんにしてるんだけど、間違えちゃった、しおくん。ん？これじゃない？君のはこれしかないの。うん、あんずちゃんのがあんずちゃんね。